じゃ、行ってきます。行ってらっしゃいお兄ちゃん、早く帰ってきてね。今日もバイトと練習で遅くなるから。そう、でも早く帰ってきてね。うん、それじゃ。何よあれ、何何、行ってきますって何。愛する妹を一人置いて平気で学校に行けるだなんて信じらんない。早く帰ってきてねって言ってるのに遅くなるからなんてありえないでしょ。たまには休んで一緒にいようかとか、一人で寂しくないとか何かないの。そしたら、ううん、私のことは気にしないで気をつけて行ってきてねって可愛いセリフ言えるのに。もうお兄ちゃんは私のことは愛してないの。私の体には飽きたの。そうよ、そうなのね。さては浮気、プロの選手になって学校でモテ始めたんじゃん。すぐ調査しないと。私の忠実なるしもべを問いただしましょう。ウィース、ミオちゃん、何？もしもし、アキトお兄ちゃん、最近、シュンお兄ちゃんに変わったことない？学校で人気者になったとか。いや、全然。シュンはもともと勉強とバイトばかりで他との付き合いほとんどないから。そうなんだ。お兄ちゃんモテてる感じがしないから妹として心配で。そっか、んだよな。てか、シュンも興味なさそうだしな。それよりミオちゃん、今度の日曜空いてる？俺さすっげー。浮気の心配はなさそうね。でも油断はできないわ。常に警戒を怠らないようにしないと。ただいま。お帰りなさいお兄ちゃん。どうしたの？ちょっと忘れ物取りに。じゃ、行ってきます。早く帰ってきてね。バイトと練習あるから。でも早く帰ってきてね。うん、それじゃ。何？行ってきますって何？愛する妹を置いて平気で学校に行けるだなんて信じない。